お店のコンセプトちょっと伺ってもよろしいでしょうか。床屋の中でヒゲ脱毛から全身脱毛ができます。カットのついでに脱毛ができるのと、しっかりしたカウンセリングでお客様の脱毛のゴールを一緒に考えて、ムダ毛の悩みを解決していきたいと思ってます。この動画を見てくださった方限定で人生メンズ脱毛、こんにちは、カチャショーです。おはようございます。今日は宮城県仙台市の、サロンにこれから伺いたいと思います。また動画の後半では僕の旅の Vlog 上げていきますので、興味ある方はぜひ最後までご覧いただければと思います、では早速本編どうぞ。メンズ脱毛、こんにちは、カチャショーです。今回は宮城県仙台市にありますリンクさんに来させていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、トルソーとオーナーと4人で対談ということなんで、ぜひ宮城県の方、仙台の方、最後までご覧いただければと思います。では早速サロン紹介いきましょう。はい、ということで今回は宮城県仙台市にありますリンクさんに来させていただいてるんですけども、まずお店の名前リンクさんということなんですけど、お店の名前の由来から伺ってもよろしいでしょうか。お店の名前リンクはシンプルにつながるという意味で、お客様とのつながりを大事にしていきたいという思いからリンクにしました。男性の方にはヘアスタイルの提案から頭皮環境の改善、ヒゲ、ムダ毛の悩みなど意識の変化のお手伝い、女性にはシェービング、フェイシャルでハリとツヤのあるお肌を蘇らせるお手伝いで、来ていただいたお客様のライフスタイルにつながっていきたいという思いも込めてます。めちゃめちゃコンセプトがしっかりされていて、男女一応両方できるんですけども、男性はヘアと脱毛で、女性の方はシェーブとフェイシャルということで炭焼きをされている。もうすでにショートムービー流れてて、店内の様子ね、皆さん見てると思うんですけど、すごくおしゃれな感じで、レディースのブースと男性のブースでね、すごい雰囲気も違って、オーナーのこだわりが詰まったお店なんで、ぜひこの動画も最後まで見ていただければなと思います。続きまして、お店の場所なんですけども、はい、分かりやすい目印とかあれば教えていただければと思います。お店の場所が仙台市若林区川の町になります。仙台でも新しい住宅地の多い新井地区の入り口になります。地下鉄で来られる方は地下鉄東西線6丁目駅から徒歩10分弱で、南に向かって歩いて3つ目の大きい交差点を右に曲がってまっすぐ進んでいただくと、交差点の角に白い建物があります。ひっそりとのサインポールが回っていますので、こちらが目印です。めちゃくちゃ目立つお店の会社になってますんで、多分分かりやすいと思うんですけど、詳細は全部概要欄に載せておきますので、そちらチェックしていただければと思います。続きまして、予約方法を伺ってもよろしいでしょうか。予約は今のところ電話、公式 LINE、インスタの DM からです。はい、電話公式 LINE、インスタの DM ということなんで、ぜひ LINE の登録とインスタのフォローしていただいて、もし聞きたいこととかあれば先に DM とかね、はい、LINE いただければ事前にアドバイスもいただけますので、はい、ご来店不安な方とかは不安なこと解消してからご来店いただけますので、ぜひそちら活用していただければと思います。全部概要欄のリンクに載せておきますので、お好きなものからご予約お願いいたします。それでは早速ここから本題にちょっと入りたいと思うんですけども、はい、まず一番大事なお店のコンセプトちょっと伺ってもよろしいでしょうか。お店のコンセプトは、床屋の中でヒゲ脱毛から全身脱毛ができます。カットのついでに脱毛ができるのと、しっかりしたカウンセリングでお客様の脱毛のゴールを一緒に考えて、ムダ毛の悩みを解決していきたいと思ってます。素晴らしいコンセプトですね、はい、毛の悩みね結構多いと思うんで、ここだと髪の毛もできて脱毛もできるということなんで、床屋っておっしゃってましたけど、床屋と思えない美術館のような雰囲気のお店になってますんで、ぜひそれも一緒にご体験いただければと思うんですけど、まあ本当にヘアと脱毛と両方できるということで、特にやっぱ僕結構おすすめをさせてもらってるんですけど、ヒゲとか襟足とかもみ上げて男性結構気になる方多いと思うんですけど、カットしてから脱毛できるとデザインがかなり幅広がると思うんで、そういう男性の方はヘアとセットで加えていただければすごくいいんじゃないかなと思います。あと女性向けのメニューもあるということなので、こっちはどうでしょうか。女性は基本レディースシェーブ、あとはフェイシャル、カーボキシンの炭酸ガスパック、ヒト幹細胞やコラーゲンなど女性向きのメニューもご用意しております。男性と女性でね、メニューもコンセプトも綺麗に積み上げされてて、本当に分かりやすいお店なので、男女共にご来店いただけるお店になってます。詳細全部概要欄のリンクからチェックしていただければと思います。続きまして、ターゲットの客層ちょっと伺ってもよろしいでしょうか。ターゲットの客層は10代から50代まで、まあ、幅広く考えています。小学生は高学年から40、50代の男性の方で、まあ、介護脱毛まで考えている方なども来ていただきたいと思ってます。脱毛に関してなんですけども、今まで興味はあったけども、金額だったり痛み、恥ずかしい、そういう思いでなかなか脱毛に踏み切れなかった方たちにも、脱毛の入り口としてご来店いただきたいと思ってます。結構やっぱ今おっしゃってた通り、恥ずかしいとかね、ハードル高いって思ってる方多いと思うんですけども、はい、こちらだとヘアのついでにできたりとか、逆に脱毛のついでにヘアもできるんです。
ですけども、脱毛サロンの敷居の高さって拭えない人は多いと思うんですけど、カジュアルなこういう個人のね美容室を併設してるようなサロンっていうのはめちゃめちゃ入りやすいですし、オーナーのこの雰囲気もねちょっと緊張してますけど、こんな優しい雰囲気なので一度来ていただければね通いやすいかなと思いますし、これからねご説明しますけど価格とかもねしっかり大手さんとか違って通いやすい価格設定になってますね。その辺もねちょっと伺っていきたいと思うんですけど、世の中の男性悩んでる方多いと思うんで、カジュアルに買えるリンクさんのような個人サロン、ぜひ店内の皆さん一度来ていただければね良さが分かると思いますので、ご来店お待ちしてます。概要欄のリンクからよろしくお願いします。女性のターゲットとかはどうでしょう。30代から50代前半で子育てに疲れた主婦の方から、お仕事に疲れた OL の方、そしてお肌に悩みを抱える50代の方など、ということで男性と女性のターゲットの客層も違うんですけども、それに当てはまるような方とか特に動画の概要欄のリンクからご来店いただければなと思います。続きまして皆さんね気になっている支払い方法とかプライスを聞いていきたいかなと思います。まず支払い方法は何がありますでしょうか。支払いはまず7月中はプレオープン期間で、1月は現金のみになります。8月からグランドオープンで現金、各種クレジット、電子マネー、はい、QR もすべてほぼ使えます。ほぼほぼ全部です、ね、はい、便利ですね。おすすめのメニューとプライスをちょっと伺いたいんですけども、ヒゲですかねやっぱり。そうですね、ヒゲ脱毛顔全体で6,000円、安い。メンズの方聞きました、顔全体6,000円ですよ。大手とか行ったら多分その10倍ぐらいするんで、めちゃめちゃ安いと思います。全身はどうでしょう。全身はもう顔も VIO も入って25,000円です。めちゃめちゃ安い。これもやっぱ大手行ったらね5倍6倍する値段なので、全身が VIO 込みで25,000円できるのはかなりお安いんじゃないかなと思います。あとなんか個人的におすすめのメニューあればぜひ。これからやっぱり夏に向けてなんですけども、オープンとずれるんですけれども、細かいあまりパーツ分けはしなくて、両腕は両腕、両足は両足で、腕は7,000円、安い。足はもう8,000円でやらせてもらってます。全身抵抗あるって方も腕だけとか足だけとか半袖短パンの時期は特に気になると思うんで、全身ね僕は本当はおすすめなんですけども、まず気になる方はヒゲだったりとか腕だけとか足だけでも全然 OK ですよね。はい、なので途中から全身に切り替えることもできますし、最初は少しずつ始めるのもありかなと思いますので、オーナーのおすすめの腕足ぜひねチャレンジしていただければと思います。あと男性はヒゲは必須になってくると思うんで、ヒゲだったりとか、あといける人はぜひ全身最初からトライしていただけると、お良かったなと思ってもらえると思うんで、ぜひよろしくお願いします。あと女性のメニューでおすすめは何でしょうか。大きく3つに分かれてまして、一番おすすめがダイヤモンドコース、シェービングの後にフェイシャルマッサージ、ラジオ波、肝細胞入りのマスク、全メニューにコラーゲンと肝細胞美容液が入っています。価格が7,700円で時間は70分ぐらいです。70分7,700円ということでね、めちゃめちゃ料金も安いんですけども、あれもこれも女性が好きそうなメニューがね含まれてまして、女性ってねたくさんお金をかけてあちこちに行って労力をかけて苦労する方々だと思うんですけども、リンクさんだとそれが一括でこの店舗だけであれもこれもできちゃうということで、しかも70分7,700円とめちゃめちゃ良心的な価格でフィットを受けられるということなので、ぜひ女性の方もリンクさん概要欄のリンクから問い合わせていただいて、他にもいろんなメニュー素敵なメニューございますので、そちらも概要欄のリンクに全て載せておきますのでチェックしていただければと思います。そしてこの動画を見てる方限定の特典があると伺ったんですが、はい、何なんでしょうか。はい、この動画を見てくださった方限定でお店の全メニュー 50% オフでやらせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。この動画を見てる方限定ということなので、はい、店内の方ぜひね男性も女性も全てのメニューが 50% オフで受けれるということなので、興味があるなとハードル高いなといろんな理由あると思うんですけども、一度試していただければ絶対ね気に入っていただけると僕も確信してますので、はい、ぜひ皆さん概要欄のリンクからお好きなメニューを一度体験しに来ていただければと思います。この動画を見てる方限定で 50% オフなので、ぜひそちらも意向に添えてお問い合わせいただければと思います。続きまして今回メンズレース両方あるんですけども、はい、なかなかね他にはねない部類かなと思うんですけど、はい、脱毛も含めてなんか他店と違うポイントあれば教えていただければと思います。営業時間は平日は夜9時までやっております。週末金土が10時までやっているので、仕事帰りの方も気軽に来ていただけます。一番の差別化ポイントは、一つの場所で髪の悩みと無駄毛の悩みを解決できるところです。レディースシェーブ、フェイシャルの個室もあるので、ご夫婦、カップル、親子連れでも来ていただけます。めちゃくちゃいいですね。本当に唯一無二感はね僕もすごい感じてたんですけど、確かにやっぱ夜遅くって仕事帰りの方とかねよくいらっしゃると思いますし、はい、結構ね早く閉まるところが多いので、そこもすごく差別化ポイントかなと思いますし、男性と女性でしっかり空間も分かれてるんですけど、はい、一緒に来れる雰囲気になってますので、今カップルとか親子とかご夫婦でご来店される方、特にやっぱメンズの意識上がってるので、女性と一緒に美容を楽しむデートをされる方もね増えてるということなので、リンクさんと両方ともね叶えられますんで、男性もお一人で恥ずかしい方はぜひ彼女とか奥さんもお友達と一緒に来ていただいたりとかしていただければね、よりハードルも下がるかなと思いますので、ぜひ概要欄のリンクからお問い合わせいただければと思います。続きまして今回脱毛はですねネクステを選んでいただいたんですけども、はい、お選びいただいた理由を伺ってもよろしいでしょうか。パワーランニングコースが一番だったんですけれども、脱毛をするにあたっていろいろな脱毛器を問い合わせをして、値段もやっぱ安いものではないので、どのマシンにするかいろいろ悩んでるうちにカズ社長の動画に出会
って、それを見ていくうちに、どのマシンにするかも大事なんですけれども、誰から購入するかがとても大事だと思ってて、勝社長が自らこの発信している姿を見て、この人なら信頼できると思い、ネクストに行きました。ありがとうございます。めちゃめちゃ力強く最後言葉いただいて、本当にありがとうございます。星の数ほどあるね、マシンの方がお選びいただいたんですけども、とても勉強されてらっしゃって、パワーとか、そういうスペックはもちろんなんですけど、僕のことをね、信頼していただいて、ここにいただいたということで、リンクさんに来ていただければ、お客様皆さんもハッピーになれるんですけど、そのお客様の背景には僕とかね、僕の提携会社とかもついてますので、リンクさんだけではなくて、その背景に僕らもしっかりサポートが入ってますので、ぜひ安心してね、ご来店いただければと思いますし、マシンに資格はなしだと思ってますので、ぜひ安心して、施術を受けに来ていただければと思います。続きまして、オープンしたばかりなんですけども、はい、今後の展望もしあれば、ちょっと伺いたいなと思います。今はメンズ脱毛だけなんですけども、ネクステの機能をやっぱ風に活用して、メンズのフェイシャルメニューの追加、レディースも保湿があるので、うなじの脱毛などを考えてます。今は結構脱毛とフェイシャル系で男女分かれてるんですけど、今後はミックスさせたりどっちもできるようにしていくということなので、はい、結構今メンズのフェイシャルもめちゃめちゃ人気ありますし、美容整形だとハードルがかなり高いと思うんですけど、赤みとかクマだったりとかシミシワとかニキビとかっていうのもネクステのフェイシャルだと改善できますし、女性もやっぱうなじ気にされてる方多いので、うなじの脱毛とかぜひこれからもねやれることがあると思いますので、そちらもチェックしていただければなと思います。それでは最後にお店の PR を頂戴したいなと思います。カットだけでも脱毛だけでも気軽に来ていただけます。お店の中は自分たちで思いを込めて作った家具、小物たちがたくさんあるので、普段の日常と少し違う空間も楽しんでいただけると思いますので、ご来店お待ちしております。入った瞬間から本当に遊び心とデザイン性満載の店舗になってますので、ショートムービーではね流しきれてない店の細かいこだわりとかもね見つけていただければと思います。そういう感覚でねお店来ていただけるとより楽しめますし、はい、オーナーも喜ぶということなので、ぜひオーナーがどこにこだわったのか、ね、皆さん見つけていただければと思います。ただもう本当にたくさんご説明してきたんですけど、施術も価格も間違いなくナンバーワンのお店かなと僕も思ってますので、ぜひ皆さん動画の概要欄のリンクから不安なことがあればインスタの DM か LINE の方からお問い合わせいただいてからご来店いただければ間違いないと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あと先ほどこの動画見てる方限定で 50% オフのクーポン出していただきましたので、ぜひそちらもね皆さん活用して一度ご来店いただければ嬉しいかなと思います。今回は宮城県仙台市のリンクさんに来させていただきました。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のご来店お待ちしてます。ではまた。はい、ということで今仙台駅に到着しました。これからタクシーに行って佐渡に向かいたいと思います。はい、ということで現地に到着しました。これから撮影に行っていきたいと思います。はい、ということで今無事撮影が終わりました。もうめちゃめちゃノリのいいねお二人で、動画で映ってるのはお一人なんですけどね、あの女性のセラピストの方もいらっしゃって、めちゃめちゃいい雰囲気でしたね。てか内装がもう僕ドンピシャ好みで、皆さんぜひ行ってください。素敵な内装なんでね、料金もめちゃめちゃ安いんでね。この後はあの僕の Vlog 続きになりますんで、ランチに向かいます。はい、ということで今秋保滝に来ました。これからちょっと滝目指して散策していきたいと思います。今なんか散策してて滝壺を目指してるんですけど、いいっすねこの緑。いやなんかめちゃくちゃ癒されるなと思って、今回こうやってね撮影で来させてもらってるんですけど、こういう貴重な体験できるのはね本当ありがたいですよね。もうねここまで見てくれてる人にね少しでも共有できればと思います。この大自然最高ですよ。最高です。こんな感じです。
来来郷をバックに。いただきます。はい、ということで仙台駅に戻ってきました。これから新幹線で、横浜に帰りたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日は宮城県仙台市にありますリンクさんに、行かせていただきました。めちゃめちゃ素敵なサロンなので皆さんぜひね、ご来店いただければと思います。今日の旅の Vlog までお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。